Okay, this is Joe Strummer, and you're listening to Shibuya FM. And these people are laughing in the background because this is the station to listen to. And this is 78.4 megahertz on the dial. And this is Everybody Knows, so get down and get with it. あきらめましておめでとう、こんばんは。エルバディノーズ DJ の東雄一郎です。今夜のエブリノーズはですね、実は密かに11月末に250回記念をこのエブリバディノーズ97年から始めて、迎えてたんですが、その250回記念とあと年末、今日最後ということなんでライブスペシャルということでですね、全部で、3組のライブゲストと、そしてあとスペシャルゲストでスモールサークルオブフレンズをお迎えしたりなんかしてですね、にぎやかに、今日は30分間拡大して19時半から21時までお送りしようと思います。のでラジオを聴いてる人には、まあ、音だけで楽しんでもらって、そしてマークシティ前で、生で見てる人にはライブをね、目の前で楽しめると思うんで、ぜひ集まって遊びに来てくださいね。渋谷マークシティスタジオ前まで、今日はもうねスタンバってますけども、なかなか大変、大変です。音だけでは伝わらないと思いますが、僕も喋りがどうやっていいのかわからない感じでありますが、今日はですね、ウクレレユニットのウクララちゃんと、そしてダブの、ダブとかね、いろんな、まあ、音楽を混ぜたフリスコっていうバンドと、そして僕のやってるポエトリーのバンドのフライトオブイディアが少しずつ混ざりながらですね送ろうと思ってますので楽しみにしてください。ミックス、それじゃあ今夜も90分間駆け抜ける番組でトークハード。1組目は10月ぐらいかな、1回出てもらったのウクララちゃんです。こんばんは。アロハ。今日はね、一発目華やかにね、してもらおうと思ってですね、クリスマスソングなんかも強制的に俺がカバーしろって言ったんですよね。ひどいよね、この曲をカバーしろとか言って。アズマさんのためなら何でもやっちゃうわ、これは。それでね、今日はこうね、自分たちのオリジナルとね、で先にじゃあね、あれだね、あ、告知後でしたい、歌ってからがいい。あ、おしつもです。じゃあまあいいや、もう見てる人いるからライブ先に行こうかね。はい。では最初にウクララのクリスマスソングをお送りいたします。カパリリサンタという歌ですけれども、なっちゃん、カパリリというのはどういう意味ですか？はい、カパリリという意味はハワイ語で、好きな人のことを思ってドキドキしちゃうことです。皆さん、ときめいてますか？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 幸せですか？宗教。はい、ではお送りいたしましょう。若干懐いてる方が見ましたね。本当？よかった、はい、では行きましょう。カパリリサンタ。カッパリリサンタやってくる、僕らの街にやってくる。カッパリリ、カッパリリ、ふかふか雲もサーフィンボード、真っ赤なアロハなびかせてウクレレを
弾きながら眩い星たちのフォーチュンギフト持って聖なる夜を照らし出すよ。どんな国のどんな人も会えるからね。メレカリキマカサンタの歌が聞こえてきたら、アロハと笑ってサンタの歌を口ずさんだら、楽園に変わるよ。カッパリリサンタやってくる、僕らの街にやってくる。カッパリリカッパリリ、ふかふか雲もサーフィンボード、真っ赤なアロハなびかせて、ウクレレを弾きながら、ウクレレを弾きながら、カッパリリメレカリキマカメリークリスマス。マハロえメレカリキマカというのはハワイ語でメリークリスマスです。メリークリスマスですね。お勉強できたかなみんな。あっけにとられる。よい子の友達が今日たくさん来てくれてるから。参加してます。はい、ラジオ聞いてる人は良い子のお友達。はい、はい、お勉強になりましたね。はい、じゃあもう一曲、うららえ、もう一曲いっちゃいましょうか。もう一曲いっちゃおう。はい、はい、ウクララでウクレレママです。ウクレレママウクレレママご機嫌、ウクレレママウクレレママ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 、パイナップル、キウイ、マンゴー、フレッシュに盛り付けてグッド。今日は昼間のホームパーティー、ママはパーティーが大好きよ。ママがウクレレつまびくとみんなご機嫌、不思議。お皿を洗ってるシャボンの泡もみんなも踊り出す。レインボーレインボー虹色に光って、ウクレレママウクレレママご機嫌、ウクレレママウクレレママママママ。オープンの中もケーキはお日様のようにこんがり、こんがりしすぎちゃって食べられないってみんな慌て出す。だけどそんなことは気にしない、ウクレレママウクレレママウクレレママなも、ウクレレママウクレレママママママ。小さな町がウクレレの目で夢を見る、空も太陽もウクレレオン、イエイ。ママがウクレレつまびくとみんなご機嫌、あれ不思議。お皿を洗ってるシャボンの泡もみんなも踊り出す。レインボーレインボー虹色に光って、ウクレレママウクレレママみんなもウクレレママウクレレママママママウクレレママウクレレママご機
ウクレレママン、ウクレレママンママンママン、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 マハロー。なかなか景気づけにね、元気な曲を。はい、景気ついてますか。ねえ、ついてるよ。はい、皆さん飲んでますか。飲んで。なかなか冬にウクレレの音もあったかくていいですね。夏のイメージじゃないですか。ね、冬にもウクレレ定着するといい ね。そうですね。四季を問わず、うん、皆様のお供に。お供に。今年自分たちのそのね CD を作って、はい、ウクレレ、はい、ウクレレと歌と、ウクレレと歌と、本当シンプルな、はい、そうです ね、うん、それはどんなアルバムですか。もう一回紹介。はい、君の元へというアルバムを出しました。全部で6曲入ってます、うん、で、なっちゃんとまちこがお互いに作詞作曲しているんですけれども、なっちゃんの曲とまちこの曲それぞれ3曲ずつ入って、とても聞き応えのある、見応えもバッチリな、うん、そして、内容はですね、うん、ウクレレの音、こういう和む音と私たちの声で、うん、柔らかな感じ、どんな感じ、うん、2人のね、あの歌のカラーが違うからさ、うんうん、それがよく混ざってるからね、そう言ってくださいましたね、いいかなと。あ、ありがとうございます。で、夏はほらいろんなそのね、イベントとかでライブに出てたけど、はい、冬の今の活動はどんな感じなんですか。あ、いいことを聞いてくださる。わおー、ウクレレ告知タイム。タイムいいですか。2002年1月2日、2002年1月2日、はい、ちょっと噛みましたが覚えやすいですね。まあ来年のね、正月、はい、そうです、渋谷クロコダイルでライブがあります。はい、1時間の豪華ライブなんですが、渋谷から明治通りを原宿へまっすぐ、はい、クロコダイル行きます、はい、そうです、はい、皆さん明治神宮に初詣をしていただいてですね、そのままこうビールを飲みにクロコダイルに来るというのがいいんではないでしょうかね。そこでライブがあると、はい、はい、そうですね、ハッピーニューイヤーライブがあります。来てください。他にどんな人たち出るの。それは他にはですね、分からなかったらいいよ、別に、あ、無理して聞かないから。自分たちだけ言えばいい。でもね、あのライブの、まあ、なんていうんですか、テーマというか、うん、女の子だけの。あ、女の子だけの。はい、でもまあたまにこうベースの人が男性だったりするんですけど、ボーカルは女性という感じで。あ、そういう企画なの、ね、うん、そうですね、女の子が好きな人はぜひぜひ。じゃあ行くわ。じゃあ行くわ。来てください。じゃあもしね、よければ、はい、今日のために僕が宿題を出して、はい、クリスマスソング、ね、まああなたたちもね、クリスマスのさっき最初にやったね、はい、曲あるけど、はい、クリスマスソング1曲カバーしてくれないかということで、はい、課題曲はジョン・レノンのハッピークリスマスだったんです、はい、そうですね、それをカバーしてきて、はい、で、パーカッションのね、永井君と、はい、あとその他、素敵な方です、その他、なんか機嫌な、機嫌なメンバーがこう金とか持ってですね、睨んでますけど。どうしよう、焼き入れられてるのかしら、後ろから焼き入れられますけどね。じゃあ焼き入れられないうちに、はい、じゃあ行きますか。そうですね、はい、外人の方いらっしゃいますか。私はハワイから来てるんですけれども、あの日系なので、あのちょっと英語がたどたどしいんですが。ちなみに、なっちゃんは大和から来てます。はい、日本です。So this is Christmas. Oh, what have you done? Another year over. Anyone just begun.
And so this is Christmas. I hope you have fun. Tanya and the dear one. The old one, the young. A very Merry Christmas. A Happy New Year. Let's hope it's a good one. Without any fear. So this is Christmas. For weak and for strong. For rich and the poor ones. The world is so long. A so happy Christmas. For black and white. For yellow and red one. Let's stop all the pride. A very Merry Christmas. A Happy New Year. Let's pray. So this is Christmas. And what have we done? Another year open. And everyone just begun. And so happy Christmas. We hope you have fun. The new and moving ones. The old. アメリカ語圏の英語圏の方が聞いたのに、でもあのすごい、あのウクララいつも2人でやってるんですが、今日は素敵なパーカッションと、いろいろコーラスもしていただいてありがとうございました。いやいやいやね、あの時間がねちょっとねまだあるから、もう一曲歌えるんだったら歌っていいよ。本当、うん、歌える？歌っていいんです。うん、歌えるだろ。歌いたい。歌えるだろ。歌わせてください。うん、何しようか。なっちゃん、ベビーベビーベビー。オッケー。うん、どっちがいいの？ケーキがいいのと。ケーキがいいの、まあ、いや、好きなので行こう。そしたらパッカッション。そうですね。うん、じゃあ、うん、じゃあウクレレレ、はい、じゃあ最初からいきましょうか。うん、ウクレレレロックンロールやってみよう。イエーイ、yeah. ベビーベビーベビーワンツースリーフォー。君が笑うと僕の周りの空気がきらめく。目に入れてもいたくない。Baby, baby, 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 baby
ビーベビーベビーベビーハァー打ち抜くよ。君が生まれたこの地球は星の宝箱、日本の腕じゃ足りないくらい星空抱きしめて。ベビー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 君と地球ごと、ベビー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 ハァー締め飛んでくよ。読んでくださって本当にありがとうございました。ではここでメンバー紹介をさせていただきたいんですが、はい、今日素敵なパーカッションミスター続きまして赤コーナーウクレレ、たまにフルートも吹いてくださいます、はい、ボーカル夏子大和、大和から来ました夏子大和です。はい、続きまして青コーナーでございます。ウクレレボーカル、今日はハワイからこの FM に出るためにやってまいりました。私の名はマチコマウイ。マチコマウイ。マハロー。ワンツースリーフォー。ギュッと抱きしめて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 。抱きしめて、はい、素晴らしい、ガッてやらしてもらっちゃって素晴らしい、嬉しいって感じで、ね、盛り上がったよ、ケーキ向けにありがとうございます。皆さんにもね、素敵なクリスマスが来るといいな、はい、いいね。じゃあお疲れ様でした、はい、この後はちょっとね、いろいろ濃くなってきますけど、そうなんですね、じゃあ濃くなる前に、はい、私たちはタッタラタッタラララタッタララタッタ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 ラまず、初っ端飾ってくれたのはウクララの2人でした。
じゃあですね、ライブのセットチェンジがあるので、ここで見てる人には悪いけど一曲なんか聴いてもらいましょうか。アスリで Get Out。時刻は8時になりました。
次はですね、僕のやってるポエトリーリーディングのバンドのフライトオブイディアでここでやります。さあ、じゃあたまにはメンバーも喋ってみようか。ドラムの永井くん、なんか喋りたいって言ったから。そんなテレビじゃないからね、テレビじゃないからね。全然関係ないんですけど、うん、あーなんかね、うん、うん、いい匂いした、うん、やっぱりね、うん、そんな気持ちを抱えて今日演奏すると、うん、なんかミーハーだな。今年1年の、まあ、この活動をね、まあ、後半振り返ってどうですか。充実してると飛躍の年でありますようにと、うん、いうことで、じゃあウッドベースとエレキギターと今日は、パーカッションでやりますか。はい、うん、じゃあウームという、いつまでも俺の流星流れ続けろ。ウォンウォンウォン、満足できない、同じとこいたくない、ターンターンターン、通行止めのマリアの海の君にフェイクスルーじゃない、頼ってないぜ誰にも俺にも。ウォンウォンウォン、君たちは内部隆起してるか、俺は毎日変化を求めてる、どこにいてもハイリスクノードラックハイリターン、ハイリスクノードラックハイリターン、ボン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 、俺と女、俺に惚れた俺、恥ずかしいけどいいじゃん別に、俺のビートとこいつのビートこうだよ、人投げつけるスピードメーター、ウォンナイフ、ウォン地球、ウォン勇気と隆起、ウォン新鮮を凱旋、ウォンボンウォンボンウォンボン、ウォンボンウォンボンウォンボン、新しい変動相場さ、わからなくたって流星落ちる間かけて気づけば、ウォンウ
がっかりしない、きっと新しい晴れ間があるから。酔いざましにモルトウイスキーとユリイカ、カーテン光遮って、ウォンボ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 ン。すぐ1曲目はウームという曲をねやりました。俺一人で喋って、あの誰か参加しようよ喋りにも手が痛いですか。じゃあまず1曲やりましたが、じゃあじゃあもう1曲も言いましょう。ファーストクエスチョン、しなくても言葉を持たなくても分かる。公然わいせつよりグッドルッキング。おじいさんと子供、彼と彼女、息子と父さん、争いのない国と君はないのだから。言葉を交わさずテーブルの下に川かぶる憎悪、親愛、埋もれそうな行為、伝えながら取り除こうよ。僕の本音の前ではたくさんのバイクと女の子が行き交っている。素通りのブラックホールのふりをしながら、決して振り返るなと前に
心を走らせようと。望んでいた日の光に眩しい白いブラウスの切り裂きルーディー、シャンパンの乾杯は思わず惨敗。苦しいだろ、そんな毎日は。先にトランプをしようか、まず出会ったら先に挨拶はやめようよ、まず違うと思ったら次にトランプをしようよ。トランプを終える前に本当のプロフィールを知ってしまった。トランプを始める前に君の閉じてしまった本音を忘れてしまった。ライブなら本音の上の秘密はそのままにしておくよ。一番乗りの俺の空かは知らないが、古い先前だけ見るのも悪くないけど、東京十字路君の部屋の前で指を冷やして考えてみるのもグッドルッキング。トランプしてみて判決重要。フライトオブイディアでした。さて、この後はもう絶え間なく生放送でライブやりながら喋りながらで、続いてはですね、スペシャルゲストというかトークだけで参加で、はい、楽器は撤収だよ、もう楽器撤収だよ、もう忙しいんだから、はい、
はい、楽器徹集で、スモールサークルオブフレンズの東さん、どうぞお越しください。はい、はい、楽器を片付けながらトークをしながらで、ね、わさわさしてますが、今日は、エブリバディノーズ250回記念年末スペシャルということで、渋谷のマークシティスタジオの方からライブをやりながらの生放送でございますということで、すいません、お待たせしました、スモールサークルオブフレンズ東さんです、今日賑やかな雰囲気でね、本当にどうですか、びっくりね、ちゃんとライブやってんだ、ライブやりながらと、ね、いうことでですね、まあ、ちょっとブレイ俺的にもブレイクタイムでお話をしたいなと思ってね、汗すごいですね、ライブやりながらだから新しいアルバムがちょっと前ですけど10月に、うん、そうですね、お土産って感じのスベニアって出ましたが、その話をなんか聞きながらなって思うんですけどもね、はい、うん、これはもう1年、いや2年ぐらい経ちましたっけ、アルバム、アルバムはそうですね、うん、そのくらいかな、うん、そう、うん、経ちましたね、サークル的には、で、まあ、なんか、どんな感じで、まあ、割とバンドというか、この生放送もちゃんと重視して、そうですね、結構ね、だから、ずっと作ってた感じなんですよ、ずっと作った感じ、うん、で、なんか、終わんない感じで、うん、まあ結局ねリリースまで時間があるから、うん、まあねいろいろ聞き直すとここ変えよう、うん、あそこ変えようっていう感じです、うんうん、そういう感じではなんか今までの中では一番作り込んだ丁寧に作った丁寧に作り込んだ、うん、でもどっかで終わりにしなきゃいけないそうですじゃないですか、それって大変じゃなかったですか、うん、そうですね、だからもうあとはなんだろう誰か終わらせてくれって感じでまずとにかく締め切りを作らないと、締め切りか、そうか、そこを一応作って、そう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 、それまではずっとやってましたね、でもそこまで根を詰めてやると、うーっと待って外に出たくなんないですか、ね意外とそんなことないんですよ、うんうん、なんかその家でこう作業したり中結構好きかもしれない、そう、うん、飽きないですね、飽きない、うん、で全体でなんかもうアルバムのタイトルになるように、うん、お土産って感じですか、ね、うん、まあねちょっと長い時間もかかったんで、うん、まあ、そういった意味でのと、うん、そういう意味も含めて、うん、じゃあ1曲聴きましょうか、はい、じゃあまずねどれから、そうですね、あのレーベル名になって、あ、そっか、あの今回から新しいこのレーベルっていう、自分たちのレーベルです、うんうんうん、まあそのレーベル名の由来になった曲、由来になった曲、はい、じゃあ、いいですか、はい、じゃあスモールサークルオブフレンズでバスクトゥーゴー、そうですI'm not afraid to die.
ツに合わせてあの子のダンスも浮かんで湧き、メロディー真綿に包まれて5分に一度心さらわれて、その中突然君の姿が消え、ああ言っちゃったねと誰かがぼやく、一人また一人思いドア開けては出てゆく、さよならの言葉いつかは終わるはずのパーティー、だから僕らは明るく振る舞う、寂しい鳥はもう嫌さ、このままさまで宇宙のリズム乗っかっておる、結局聴いてもらったのはスモールサークルで、大丈夫です、はい、いや僕のことは気にしないです自分のスモールサークルです、はいはいはい、まあ、今日は、ね、クリスマスポイントで、やってるんですけど、はい、あの考えるクリスマスの感じで、うん、DJ とかも一曲やったりするじゃないですか、イメージってどんな感じなんでしょうか、イメージですか、うん、まあ、特にじゃあ今年の感じは、今年のじゃあクリスマスの自分の気分はこんな感じだなぁなんて、今年は、今年も何もないかな、予定はないみたいな、仕事やってます、あえ DJ からか、 DJ、そう、三軒茶屋のところで、ゴンチチのクリスマスパーティーの、なんていうんですか、そういうコンサートで、うん、あ、そうなんですか、そういうの、それも楽しそうですね、うん、それは、23、24、25と、うん、何言ったかな、ごめんなさい、三軒茶屋のね、うん、なんとかっていうホールなんですけど、三軒茶屋のね、3日連続なんですか、菅田さん、案内、分かんないね、まあでも、うん、まあ調べれば分かるっていうことで、そこで、はい、あとね、今晩とか、そうですね、これからね、オルガンバーの方で、毎月1回やってるブルーカフェっていう店で、クリスマス特集ということで、ですね、ゲスト DJ に、うん、チャーベさんと松田学人さんと、ライブでエアバスが久しぶりに来てくれる、これはなんか毎月、そうですね、そうですね、うん、で、1年前にこのブルーカフェの12日に出して、うん、今また新しい12日シングルを制作中、あ、そうですか、はい、そういう自分のこうホームグラウンドありつつ、うん、でそこでなんか毎月かけたりするのが、うん、なんかこの今回のアルバムになんかイメージ湧いたりとか、うん、そういうことではあんまないかな、意外とそうでもないけどね、あんまりそういうフィードバックとか、うん、見える形でそんなにない方だと、あ、そうなんですか、じゃあでもライブはライブでスモールサークル、ね、結構やってます、うん、ライブなんかスモールのこうライブのは来年とか今年はもうない、今年はそうですね、うん、カウントダウンで京都の西武コードっていうのをやるんですよ、そんなとこで、うん、いいですね、ゾクッときますね、それね、すごい寒いらしいですね、寒いよね、暖房だってないない、踊るしかないっていう、うん、まあなんか古くてね、うん、隙間風もすごい、そんなところで、そうか、これは刺激的だ、近かったら絶対行くけど、あ、京都だから行きません、あ、そう残念ですね、すみません、東京はどんな感じですかね、来年は、3月ぐらいに多分決まってるのはあると思うんですけど、うん、
正確にはあるけど、うん、3月の頭ぐらいに渋谷あたりでライブをすると思うので、またなんか情報を見つけてください。ごめんなさい。うん、じゃあとりあえずね、こんなわざわざした中でお話なんで、うん、アルバムのことはそんなに深く突っ込めなかったですけど、いえいえ、とりあえずちゃんと曲は聴こうということで、はい、じゃあもう一曲、もう一曲ですか、うん、何でもいいんですか、何でもいいですよ、8曲目、トラフィック、はい、なんかこう今日渋谷で多分すごい渋滞、そうでしょ、なんかこうわざわざしてる、そんな気分、そんな気分、ね、なのかな、そうなんだ、違う、いやそんな気分でどうぞいや、じゃあですね、はい、スモールサークルオブフレンズの、はい、東力さんにおいでいただきました、はい、どうもありがとうございます、が、またちゃんと、そうですね、また呼んでください、はい、お願いします、はい、じゃあトラフィック、はい、してる日差し眩しく行く先東西行って戻って前から後ろ流れてゆく稲穂揺れる田んぼ汗道走る少年光る汗学校帰り日が沈むまで急げその顔に見覚えあり昔の僕だすれ違いざまに挨拶よこすんなんだ何かを語る季節のランナーその言葉聞きに線路続く遠い笛の音心に響く暮れなずむ山の頂から広がる星屑天の川開けるようにトンネルくぐり闇から光へ視界が開け波打つ海峡を越えて僕は僕に会いに行くよ
ストのラストのタームになりましたが、お待たせしました。フリスコの皆さんです。どうも、今日は、エブリバディノーズマックシティスタジオの方から生放送ということでお送りして、かなり無謀な企画で、ね、やっとここまで来た。ライブライブトークライブということでですね、フリスコは今年の、9月末ですマノアマノアルバムを出まして、10月に1回森下くんに来ていただきまして、それでなんかその時にまあなんかライブをやるのはどうなんて、それでね、これだけいろんなこうバラエティに飛んだ人たちを集めてやってみたらどうかなということで、今日は、森下くんがいつもははいエレキのギターをやってますが、はい、今日はアコギに持ち替えて、アコースティックで、じゃあそれでメンバーを僕全員まだ名前をちゃんと、はい、把握してないので、じゃあ紹介をしてください。はい、じゃあですね、僕が、じゃあ僕からいきますか。うん、じゃあギターを担当している森下です。よろしくお願いします。サックスとパーカッションの横山です。今日はパーカッション、今日はパーカッションだけで、はい、はい、これ大丈夫かな。エフェクトミキサー担当の山崎です。そして、ドラムの斉藤です。はい、じゃあですね、僕から回しましょう。そしてスチールギター、なかなかスチールギターで若手でっていうところが僕はすごい気になったんですけど、スチールギターとシンセサイザーの井川です。そしてベースと、あとボーカル曲担当ね、担当してる、あのこの前、スターパインズカフェにライブ見に行って、なかなか MC が僕が食ってきました。あ、岩瀬です。よろしくお願いします。賛否両論。いや、僕はいいと思いました。じゃあ、とりあえずね、どうかな、今年はね、まあそのアルバムがやっと出て、まあいろんなとこでライブをやりつつって感じですけども、1年振り返ってどうですか。忙しかったけど、まあ楽しい1年でした。忙しいけど、なかなか形に残せるものも出たし、そうですね、もうこう、なかなか年齢がこうね、勢いに追いつかないとね、周りの。年齢が頑張ってます。いや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 、そんなことはなく、ね、今ね、ライブのチェックでシンセが音出ないっていうことなんで、あらららら、まあ、ちょっと喋りで繋いでいきましょう。はいはいはい。まあ、とりあえず今日これライブね、ここで来てもらってやって、はい、であと、あさって24日クリスマスのイブの日にも、なんか、そうですね、ライブがあるそうで、池袋のロサ会館というところで、うん、ロサインっていう、ね、そうですね、ライブインロサっていう、ライブインロサ、生かした場所で、ノイズオントラッシュさんとか、ノイズオントラッシュ、サーモンさんとか、うん、その辺とやらせていただきます。なるほど。じゃあ今年のライブはじゃあそのあさってで、いや、ですね、もう一発ある。はい、12月30日に今度は渋谷のエッグサイトで、エッグサイトで、はい、フォーとか、あと誰だったっけな、スペクトロン、など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 やらせていただきます。はい。そうっすか、なんか大変な、大丈夫かな。ここなんかライブ感が出てきたんですけど、と言いつつ繋がってるけど音が出ない、繋がってるけど音が出ない、どうしてだ。じゃあね、1曲目、2曲目僕のすみません、ポエトリーと、セッションさせてもらいますが、1曲、はい、じゃあよければお願いします。タイトルは、タイトルはワノワマノの曲ですけど、ハシトレイという曲をやります。ハシトレイ、はい。
もう、ね、いいしんみりな、もう今年も終わりだななんて思いながら聞いてしまいましたが、ベースがちょっとトラブルで一瞬途中までだったんですけど、なかなかみんなキーボードの音はどうすか、出る、なかなか狭いところに6人プラスを私入ってますんで、史上初のこんなセッティングなのでですねしかも生ですからね、はい、じゃあ森下くん喋りましょうみんなセッティングしたらまだもうちょっと時間大丈夫なんで、いくらでも喋ります、はい、はい、まあ、フリスコ、まあ、そういうダブ的な解釈だったり、その今みたいな、スチールギターの入ってる音色だったりね、はいはい、なんかすごいなんかいろんなとこに行ける音楽だと思ってるんですけど、そうですね、うんうん、まあ普通に自分たちの好きな音楽をやっていったら、うん、こうなってしまったっていうだけで、うん、大丈夫大丈夫もうちょっとスタジオを破壊しないようにしてください、うん、もうなんか、いやもうあとちょっとだからもう やりきっちゃいましょう、わーいわーい、あう、うん、音出るまで頑張ろう、もうちょっと引っ張るよ、もういくらでもしゃべりますよ、出た、大丈夫ですか、時間の方は時間大丈夫大丈夫大丈夫ですか、じゃあすいません、私の、はい、クリス、俺なりのクリスマスソングを作りましたのでイエーイ、それとセッションしましょう、はい、メリークリスマス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 。
どこからやってきたのか、メリークリスマス。桃色黄色の知ってる決めないことをルールとしてきたが、メリーマス、メリーマス、メリークリスマス。メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス。一着釣られた切符を君だと仮定しよう。メリーマス、メリーマス、メリークリスマス。世界中に平和なんてないから、メリーマス、メリーマス、メリークリスマス。俺はどっから来た、俺はどっから、俺はどっから、小さなガジュマルの時から。メリーマス、メリーマス、メリーマス、メリークリスマス。ちょっとわび悲しく正しい豊かな気持ちの有名に、これ一度しきりしかできませんね。じゃあ今日参加してくれたメンバーをね、みんなスタジオに全部呼んで最後トークなどしようかなと思いますが、あの音出してていいよ、みんななんか適当になんか BGM つっちゃ悪いけど。こういうパーティーな感じで、このスタジオの中はすっごく暖かくて、聞いてる人も多分暖かいところで聞いてると思うんですけど、スタジオの外に見に来てくれた人は本当寒いところどうもありがとう。ちょっとホットになったかどうか分かりませんが、このエブリバディノーズね、2001年までやってもう250回もう毎週やりましたが、これから来年もやって、また1年後にここでみんなで集まったりしたらすごい楽しいかなと思いますが、じゃあ一人一人今日の出た感想と、そして来年の抱負なんぞ聞いてまろう。じゃあ最初に出てくれた僕ならのマチコマウイ、今日どうもありがとう、すごい暖かい気持ちになりました。みんないいクリスマスを。じゃあ夏子山と楽しかったね、イエイ。もういいのね。じゃあそしてフライトウィーヤーで、松本ちかん、ゆうちゃん大好き、イエーイ。じゃあ森下くん、じゃあ俺が回すよ。
メイドの土産には最高。もう多分ね、ワンワン回って聞いてる人わけわかんないと思って、なんかいいんじゃないかな。こういう終わりにして、なんかこうやってセッションで終わる感じだと思わなかったんで、ね、あのウクレレも弾きなさいよ、あなたたち。じゃあ他の楽器も、他の楽器も行こうよ、行こうよ、行こうよ、行こうよ。ずっと終わらない音楽を楽しもうよ。どこまで行くかは分からないけど、パーカッション、ギター、スチールギター、ウクレレ、何でもありだよ、この時間は。いろんなことあるけど関係ない。来年もやりたきゃやればいいし、やめなきゃやめればいいよ。このままのパーティーの雰囲気で2002年もよろしく。 Everybody knows 来年は1月5日から始まりです。来年も楽しんでラジオから何かを受け取ってくださいよ。レコーディングをお楽しみにお待たせしました。来年もよろしく。